はい、皆さんこんにちは。タップダンサーの穴田秀明です。今日はですね、村田正樹さん、通称村っちですね、村っちさんをお招きして、いろんな話をお伺いしたいなと思います。お楽しみに。はい、では今日は、村田正樹さんをお招きして、いろんな話を伺いたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。村っちでいいかな。もう全然村っちで大丈夫です。はい、いつも通り呼ばせてください。はい、いくつか聞きたいんですけどね。一応みんなにいろいろ聞いてはいるんで、まずやっぱタップダンスの始めたきっかけとかを教えてください。あ、はい、僕はですね、高校ぐらいからストリートダンスをやってたんですけど、仙台、地元が仙台で、はい、ですけど、24歳ぐらいになった時に、まあダンスがほとんどもうあまりやらなくなってたような状態があった時に、たまたま熊谷和則さんの、はい、タップダンスのライブが仙台でありまして。地元ね、仙台で。そうなんです、地元が仙台なので、うん、でそれを、まあ、たまたま友達に誘われて見に行って見たら、すごくタップをイメージしてたタップと全然違くて、そうだね、なんかこう、すごくかっこよかったなというか、感動したので、なんかすぐにやりたいっていうふうになって、それからすぐタップダンスを近くの、その仙台の、佐藤の、マサルさん、マサル先生の、はい、ところで始めたっていう感じです。うん、ね、まあ、仙台だって、カズ君もそうだけどね、マサルさんに習って始めたっていうことだからね。あ、そうですね、はい。まさみさんね、僕も知ってるけど、本当に面白い人で。はい、いや、もうすごい素敵な先生で、うん、なんか教えてくれるのが上手だったので、どんどんハマってったって感じでしたね。あ、じゃあ、24歳から始めたの、はい、?4 ですかね、はい。3と4になるぐらいの時なので、はい。で、その後いつ東京には来たの？その後、もう1年しないぐらいだったと思うんですけど、なんかやっぱその、マサル先生のところでやってて、どんどん楽しくなっちゃって、もっともっといろいろこうやりたいなみたいなこう欲求が出てきたときに、東京に行ってみたらどうみたいなことをちょっとアドバイスをいただいて。マサルさんに？はい、あ、なんか、そういうのもあるんじゃないっていうような話を、まあ、流れの中でしてもらったのがあって、なんかそれがこう気持ち的に、あ、そういう選択もあるかと思って。で、もうなんか勢いで、よし行ってみようっていう感じで上京してきたって感じで。もう完全にそのちょっと東京に行くじゃなくて、もう上京しちゃうっていう手で。はい、なんか、まあ、ノリというか、なんかその、え、それで、どうするのみたいな感じじゃなかったですそれで、で、どうするの、宿泊とかは。なんか当てはあったの、誰か、友達とか。うちの兄がいて、あ、なるほど。兄がまあ、神奈川県だったんですけど、住んでたので、そこにちょっと最初は居候させてもらって、なるほど、なるほど。だったので、まあ本当にリュック一つで東京に来たっていう感じでしたね。いいね、いいね、いいね。はい。それで、カズスタの門徒を叩いたって感じなのかな？そうですね、なんか東京来てすぐは、いろいろなところにちょっとお邪魔させてもらって、習ってたんですけど、まあ、その中で、カズさんとまた再会する機会があって、はい、それからですね、なんか周りのその同世代のタップのタカさんとか、辺の方たちと皆さんと出会って、そのカズさんの、ところでいろいろ学ばせてもらうっていうようなことになりました。でもあれだよね、24、今、村っち今いくつだっけ？もう40です。あ、もう40になったんだ。あ、今年になりました。おめでとうございます。いやいや、ありがとうございます。はい、40。でもまだ、そっか、それでも16年か。そうなんですよ。でも、村っち世代もまだあれだよね、きっと、タップ始めた人ってみんな遅いよね、きっと。20代前後とかじゃないかな。そうですね、なんか意外と。ね、家がそのダンススタジオとかじゃなければね。あ、はい、うん。そうですね、そういう方も周りにはいますよね、はい。うん、僕らの世代もね、そうだからね。あ、そうですか。うん、僕らはもっと遅いか、まあでもそうかな。うん、やっぱり、この間のやつ、動画でも話したんだけど、僕なんかも18ぐらいから始めてるから、やっぱり、うん、その、
ちっちゃい頃から始めるっていう、なんだろう、空気はないよね、周りには。バレエみたいな感じはなかったよね。うん、今の方がよっぽどやっぱり、まあ、言い方悪いけど、僕ら当時よりもすごいメジャーだよね。ああ、でもそうですよね、スタジオがやっぱりたくさんあるから。そう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 、もう昔はなかったからね。環境的にはそうですね、うん、はい。それはすごいそうかもしれない。でさ、ムラッチと僕が最初に会ったのは何、はい、だっけ？で、僕がカズタップスタジオで、所属というか働いてる時に、ナショナルタップデーの、ですね、あれは2012年だったのかな。なんか僕、スジさんが、ナショナルタップデーの前夜祭というか、で、足音。はい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 、はい。足音。はい。に、なんか僕が出演してっていうようなお話をいただけて。そうそうそうだよね。そうそう。ソロで出させてもらったんですけど。あって、そう、なんか奇抜な格好して、はい、で、なかなかタップ踏まなかったやつだよね。はい、そうです。そうそうそう。すごい、俺も強烈な印象残ったんだ、あれ。そうですね。多分あの時が初めてお会いした。だと思います。その後はナショナルタップデーにお誘いいただいたっていう感じなので、まあ、その後はね、いろいろね、ありますけどね、個人的に。はい。そっか、最初は足音だったんだね。あの時だと思います。はい。でもやっぱりなんか僕らなんかやっぱムラッチの、はい、なんて表現してわかんないけど、シュールな、はい、なんていうのかな、パフォーマンスっていうのすごく好きで。ありがとうございます。前もほら、前もね、地下のどこだっけ、渋谷の地下で見させていただいて。あ、はい。ありがとうございます。ああいうの大好きなんで、はい。一番前で見られてたから、めちゃくちゃしましたけどね。どうしたら知りたいよね。うん、いやいやいや、真剣に見ようと思って、やっぱり。ありがとうございます。ありがとうございます。そうですね。で、はい、あと、今なんかその、ムラッチといえば最近ほら、よくネット上とかで筋トレ関係上げてるじゃない。筋トレ関係、筋トレ動画。はい、そうです。あれ、なんかあったのきっかけというか、なんか筋トレしようみたいな。すごいやってるよね、毎日ね。そうですね。それもまあコロナになってなんですけど、コロナの時期に、まあ、僕もともと、今年その40だったので、うんうんうん、ソロの、なんですか、10周年記念公演をやろうと思ってたんですよ。なんですが。ずっとやってたもんね。うん。そうなんです。はい。それが、コロナでちょっとこのままだとダメだなと思って早めに中止にしたんですけど、せっかくそこまでなんか頑張ろうと思ってた気持ちがあったので、うんうん、なんかちょっと違う形でなんかそこの日までが他のことを頑張ってみようかなっていうので、それで僕すごいもともと超ガリガリなので、ちょっと一回肉体改造してみたいなっていうので、うんうん、それから200日間筋トレをしようという企画を立ててやった。すごいよね。200日間要するに毎日何かをするってこと？筋トレの何かを。一応なんか、まあ、お休みの日も作っていますが、基本的には筋トレを腕立てする。それはもう毎日その腕立てだったりとか、その部位は上半身とか下半身とか分けてやってるわけだ。はい、そうです。やるようになってます。はい。なんかどんどんちょっと知識が増えてきて、そういう風に。そうだよね、そうだよね、うん。それって基本は、ジムとか行ってるの？いや、家で、もうその自粛期間だったので、ずっと家で。あ、はいはいはい。で、自分の体重をかけて、なんかやるみたいな。はい、やるっていうことでやってます。で、もうそれでどれぐらい経ったの？今、今日で177日目ですね。すごいね。そうです。だからもうすぐ終わりなんですよ、ちょうど。今月の末で終わりなので。あ、今月末ね。はい。で、なんかこうやってって、なんかやっぱり変わってきたとか、意識がどうだとかってあるの？あ、いや、でもなんか、そんな話もしていいんですか、その筋トレの話とか。もう、なんでもない。ムラッチのことを紹介したいわけだから。本当ですか。いや、筋トレ、僕、初めて、なんかここまで続いたの初めてだったんですけど、うんうんうん、結構やっぱ、ちょっとずつ筋肉ついてくると、自分に対しての喜びがだいぶ増えてきていて。結果が出るってことだよね、目に見えて。なんか結構早く結果が見れて。まあ細いからね、すぐ出ちゃうんだろうね、きっとね。もともとマジでもうあばらだらけだったので、まあ、それがちょっとこう見えなくなってきたりしてるので、やっぱその結果がついてくると、やっぱりすごく
こうなんか やる気が出るというか、だいたいそのなんだろう、筋トレやり始めた人はすぐ脱ぐからね、すぐ脱いだりピチの T シャツ着たりしてるよ ね、 そんなちっちゃい T シャツ着なくてもいいじゃんぐらいのなんか150とか着てる人多いよね、見せたいんだよねやっぱりね。若干僕もまだ、まだまだなんですけど、あの若干気持ち的にはすごい分かるような気がしてきました。あのタンクトップ、そうだよね、買ってことなかったんですが、やっぱ今年の夏は買っちゃいましたもんね、タンクトップを。あタンクトップね。その人、切りたくなるんじゃないですか。切りたくなるかも。ちょっとやってみたいとはなりますね。はい。で、やっぱり自分の中でだんだんこう、体も大きくなったり、体重増えたりもしてるの？あ、そうですね。結構体重は、今まで僕、高校時代から一回も体重増えたことなかったんですよ。そうなの？もうこの25年間ぐらい。はい。まあ、でもそれでちょっとすごい意識して、そのいろいろやるようになったら、今、6キロぐらい。なので、まあ、ちょっと標準体重にだいぶ近づいた、まだ痩せてるんですけど、はい。感じにはなりましたね。やっぱりそれってやりだしたら食事も気をつけるようになるの？いや、そうなんですよ。なんかその、始まったら食事は気をつけるわ。なんかこう、睡眠というか、あの、ちゃんと寝ないとダメだとか。健康ね。健康にもなんか気を使うようになってきて、だいぶなんかこう、意識的に、まあなんか自堕落な生活を過ごしていたのからはちょっとは良くなったかなという感じはします。いいことだよね、それはね。いや、本当に。いや、筋トレすごいなって思いますね。筋トレもそうだけど、はい、ダンサーってルーズな人多いからね、生活がね。そうなんですかね。なんかやっぱりこうね、踊った疲れた、じゃあ自分のご褒美で飲んじゃおうとかね、暴れちゃおうじゃないけど。いや、もう。発散する人多いからね。はい、うん、そうですよね。まあ、で、そういう意味で、じゃあ筋トレ終わった後に、どうすんのその後、じゃあ。やめちゃうの、なんかあんの終わった後には。いやー、なんかその後はちょっとまだ、逆になんかね、アイデアがあったら欲しいぐらいなんですけど、なんかちょっとね、寂しくなる気持ちありそうだなっていうのあって。え、別にやめなきゃいいんじゃないの？え？やめなきゃいいんじゃないの？やめなきゃいい。そうですね。あの、でも筋トレは続けようかなと思ってます。やっぱり。なんかその、さっき言ってたなんだっけ、ソロライブっていうのはなんか、次に計画とかあるの？はい、一応そのリアルでの公演は、なしにしたんですけど、その一応もともとやる予定だった10月の31日の日に、まあ、筋トレも終わるので、その日に配信ライブをやろうかなと思っていて。素晴らしい。まあでも本当にそれは僕が200日間かけてつけた筋肉を披露するっていう。え、俺そっち？タップとは関係ないの？メインはもしかするとそっちになっちゃうかなっていう感じはするんですけど。ちょっとなんかこうトークとかタップとかはないの？あのトークもタップももちろんするんです。ああ、びっくりした。なんか脱いでポージングするだけじゃないよね、もしかして。びっくりした。そんなことはないです。それはじゃ あの見たいね。はいはいはい。いろいろこう織り交ぜてできたらいいなというふうには思っています。それはどういうふうに 見られるのかな？一応なんか有料なんですけど、チケットを販売してて、まあ、それを買ってくださった方に、なんていうんですか、そのアクセス URL を送るっていうような感じで、はい、今チケットを販売してます。してるんだ。じゃあ、後でアドレス教えてください。はい、僕のここの YouTube の下にも貼っとくので。あ、本当ですか？もうぜひ皆さん、ね、応援してというか、買って、ね、やっぱ村地の裸見たいよね、うん、そうですね。ちょっとタップっていうよりかちょっと割合がそっちの方が多いかもしれないです、ね。いやいや、いろんな意味で楽しみにしてるので、ぜひ僕も、はい、何時から？10月31日何曜日だ？土曜日、ハロウィンの日なんですけど、はい、土曜日の8時から、夜8時から。あ、はいはい、見やすいね。じゃあ多分みんな仕事なければね、はい、仕事なければ、はい、見て。それは事前にそのもらったアドレスのところに送って、はい、なんかその後振り込み先とか教えてもらって入金すればいいのかな？はい、そうですね。ネットでそういうチケットの、なんていうんですか、ああいう。デジタルチケット売ってるのね。あ、うん、そうです。はい。なので、ね、そこで予約してもらえれば。お、すごいとこと付き合ってるね。いやいやいや、もうなんか無料で自分で登録してできる、お金のかからないやつなので。あれはでもあれだよね、きっとクレジットカード払いかな？
あ、そうなんですよ。なので、クレジットカード払いだけになっちゃうんですけど。ああ、そうだよね。タジタチケットはね。はい、うん、でも、まあ、そこはみんな頑張ろう。若い人は。ありがとうございます、はい、その一線を越えて見ていただける方がいたら、でもみんな、そうそう、だからやっぱりこれからやっぱ配信って、ね、今度、村地とやってもらう11月の22、23もあるけどね。はい。配信っていうのはやっぱりこれからどうしても比重が上がってくる可能性もあるし、みんなもやっぱ慣れといた方がいいからね。うん、そうですよね。確かに僕もぜひ、はい、あの10月31日はあの見させていただきたいなと思ってますんで。よろしくお願いします。楽しみにして、はい、頑張ります。それでどこでやるの、場所は。どっか借りてるの？それはなんか、まあ、知り合いの小さなスタジオというか、いうような場所からのお届けなので、なんかライブハウスみたいなところではないんですけど、一応、まあ、撮影ができるっていうようなところで。で、ソロだからね、別にね。うん、そうですね、場所的にはそこまで広くなくてもできる。はい。楽しみにしてます。ありがとうございます。ありがとうございます。嬉しいです。いくつか僕の方から質問があるんですけど、はい、まあ、基本的にこう僕がこうタップダンスをトークしてるっていうことの、まあ、メインとしては、はい、今タップダンサーでこういう活動してるんだよとか、こういう経歴があるんだよということとともに、だからこれから、はい、始めるとか、まあ、今後タップダンスを職業としたいって子たちに対して、なんか村っちからのメッセージというか、こういうことした方がいいよとか、はい、こういうことで僕が苦労したよみたいな話が聞けたらいいかなと思ってやってるんだけど、はい、なんかアドバイス的なことありますかね。アドバイス、そうですね。僕みたいな、あれがアドバイスか。なるほど。まあでも、やっぱり、タップをやってる皆さんってすごく、こう、愛のある方がすごい多いので、周りの皆さんが。やっぱりなんかそこの皆さんとの、なんていうんですかね、そういう話を聞いたりだとか、まあ、お付き合いさせてもらいながら、なんかこう、やっぱタップへの愛をこう深めていくっていうのは、やっぱ一番、なんか根底にあるのかなという気は、いて、まあ多分タップやる人はみんなそうなってくると思うんですけど、なんかやっぱりそれを一番大事にはしたいなというふうにしてほしいなというふうに思います。コミュニティってわけじゃないけどね、はい、どん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 いろんなことに参加してもらって人付き合いを良くしてもらうといいかなと思うよね、やっぱり。そうですね、なんかそこもありつつ、やっぱり自分の多分それぞれやりたいことみたいなのがきっとあると思うので、なんかそこもしっかりなんか表現していけるような人になっていってもらえると、まあ、それは何ですかね、そのダンサーとしてはすごい素敵なことなのかなとは思いますね。そう、そうだよね。やっぱり僕もいつもよく言うんだけど、やっぱり最終的にはその人を見に行くわけだから、はい、タップダンサーはもちろんね、素敵だということはあるけど、ただムラッチだったらムラッチを見たいから、そのね、そのムラッチのなんていうかな、タップも見たいけど、ムラッチの表現を見たいから、はい、まあ、筋肉も見たいけど、そういう見たいものをやっぱ皆さんが行くわけだから、やっぱその何かタップダンスも、はい、もちろんタップダンスが一番大事なんだけど、それ以外のこう表現という意味でこう、うん、それぞれの個性があるといいよね。うん、そうですね。きっとみんな違うと思うので、うん、そうそうそう、だから面白いんですね。面白いなと、はい、うん、思うところなので、なんかそれはすごい大切にしていってほしいなとは思いますね、うん、あとやっぱ僕がよく気になってるのは、そのムラッチの髪型。はい、髪型、はい、だんだん短くなってるよね、前ね。そうなんですよ、まあこれも年齢とともに額がどんどん上に上がってるっていうことだ。額が上に上がってることは大丈夫。そうなんですよ。いや、なんかこのままいくともうなんかもうなくなっちゃう感じにはなってきますけどね。自分で切ってんの？これはですね、いや、美容室に行って、切ってます。もう。で、1000円カットの、美容室さんに行くことが多いですね、月に1回ぐらい。いつも通りみたいな？そうそうです、そうです。いつも通りっていう感じで。でもなんか、僕が知り合った頃ぐらいから、もうそういう髪型だったよね。そうですね、もう6年。それってもっと昔から？いや、その前はもう全然違う髪型だったんですけど、なんかこうその前はちょっとこう髪が長い感じのイメージだったんですけど、ちょっとやっぱりキャラとちょっと違うなと思い始めてですね。やっぱキャラ作りもあるんだ。まあ、キャラ作りも あるかもしれないです。なんか自分、まあ、昔からやってみたい髪型だったので。ああ、でもそれもいいよね、特徴としてね。はい。もうその髪型はとか、まあ、
色ついてる人も多いよね、金髪だったり赤だったり、まあ、それもね、キャラクターだと思うから、うん、いいんじゃないかな。まあ、ここまででも、その長くこの髪型するとは思ってなかったんですけど、なんか一回やってみたいなと思って始めたら。え、いつから始めたの？もう7年ぐらい前ですかね、7年ぐらい前から。うん、そうそう、だって僕がでもらっちゃった時は何となくその髪型だった気がする。あの時は違ったのかな？そうです。あ、一番最初の時は、お会いした時は違うと思います。はい。あ、そうなんだ。もう全然忘れちゃってるね、はい、前の。そうですよね、もうこの。もうその、このイメージしかないよね。はい。もう安定。そうですね。なんかもらって宣伝とかあるの、他に。いやいや、もう宣伝は特にないですね。まあ、その配信ライブをやるぐらいで。まあ、あと、あなたさんの11月のやつに出演させていただくので。あ、はい。11月22、はい、23。いや、22、23。今、もうなんかそれを家みたいな感じの流れじゃないですか。それをいやいや課題がいっぱいあるけど、頑張ってね。いやいや、頑張ります。ちょっと筋トレ終わったら そっちに集中して、ちょっと頑張ります。まあでもその、まずね、まあとりあえず10月31だよね。うん、そうですね。だからやっぱりその、今後その配信っていうものがどういうふうに受け入れられるかっていうことだと、見る側もなんか、例えば僕ももういくつか見てるけど、やっぱりその、初めはね、どうするか分かんないし、で、見る見方もあると思うんだよね。例えば本当に、携帯とかでちっちゃく見てるのか、例えば本当に大きいテレビで見るのかとか、で、全然臨場感も変わってくるし、だから、きっと見る側もそういう環境は今後必要になってくるのかな。そういう経験を、うん、いっぱいすることで、本当に例えばその、ムラッチを応援するので、ムラッチのそのライブを見るとかって、みんながそういうなんかこう、いい意味で応援して見てもらったりするといいよね、今後。まだまだすぐにはなかなかね、戻りにくいっていうところもあると思うんでね。そうですよね。なんか、僕も見る方としてもあまりまだ経験してないし、うんうん、今回やるのとしても自分でやるのは初めてなので、やっぱりいろいろ手探りなとこはあるんですけど。そうだよね。うんうん、まあ、その分可能性もいろいろあるのかなと思ってるので、なんかいろいろやれるような。ね、その極端だったら、だって、ムラッチが見たいよってみんな言えば、だってそれこそ10万人、100万人集まったらすごいことだもんね。まあまあ、確かにそうですね。可能性としては、だって世界中の人が見られるわけだよね。そうですよね。まあ、ネット環境があれば。そうですね、確かに。例えばね、劇場で100とか200しか入んなかったお客さんが1万、2万って入ったら、入ったら見てもらったらね、すごいよね。何かの間違いでそんなことがあったら嬉しいですけどね。夢のある話ね。なんかどっかその URL が間違ってクリックできるようにするといいのにね。そうですね。間違って詐欺っぽくなっちゃうけどね。それはまずいけどね。うん、そうですね。でも本当に URL だけ押せばいいの？パスワードも必要なのかな？パスワードも必要になるのか。あ、まあ URL だけなのか、パスワード。ちょっと。まあでもその、あの、後で教えてもらう、そのデジタルチケットのアドレスをもらえば、はい、まあそこからなんか返信かなんか来るんだよね。そうです。返信がメールに行くっていう感じなので。はい。じゃあもう早々に後で、はい、送ってください。ぜひ。ありがとうございます。10月31日、今月の楽しみができましたね。はい、ありがとうございます。嬉しいです。ありがとうございます。でもやっぱ、そう、だからね、みんなで応援しなきゃなってとこもあるけど、え、ちなみにごめん、いくらなの？一応その入場、のぞき見券と言ってるんですけど、1000円です。え、そんな安いの？はい、1000円です。ムラッチの裸、1000円で見れるんだ。まあまあまあ、逆にその高かった場合に見て、そのね、その値段で見る人がいるのかって話ですけど、はい、1000円で見えます。1000円ってだってね、ほんと安いよね、はい、うん、そうですね。まあなんかちょっと試し、お試しっていうところもあるので。わかるわかるわかる、うん、まず自分もやってみなきゃ、それが本当になんか価値あるものなのかとか。そうなんですよ、伝わるのかわかんないもんね。うん、わかんないです。やっぱやってみないとなっていうところなので。はい、そっか。なんか今後の大きな展望とか野望はあんの？展望とか野望、目標とか。そうです。なんか、まあ、夢としては、なんか夢という言い方がいいのかあれだけど、僕あの活動としてはそのソロでやってる、まあ、作品というかですね、まあ、ソロのパフォーマンスみたいなのをメインでやってるので、それでできれば海外に行きたいなという、海外公演したいなっていうのが、まあ一つ、まあ、40代のうちにいろいろ叶えたい夢だなっていうところがあるんですけど、あとはもう一つは、
結構子ども向けのワークショップもすごくやっていて、うんうん、タップ始めて見る子たちとか、うんうんうん、そういう子たちに、まあ、タップシューズ履いてもらって、その、うんそうだねうん、音が出る楽しさみたいなのを、うんうんうんまあ、感じてもらえる機会をすごく増やしたいなっていうのが、まあ、きっかけの一つに、はいうんうん、なってほしいなっていうので、なんかそれはもう いろんなところにこう靴を持って出かけたいなっていうふうに思ってますね。その2つがすごくやりたいことの一番大きなところかなという。そうだよね。だからそうみんながそうやっていろいろ個人のね活動がすごく小さいかもしれないけど、うん、みんながやってくれることによってね全体のタップの裾野が広がって、うん、ゆくゆくはその次の世代次の世代って子たちにねもっともっといい環境になればなっていうのは思いますよね、うん、そうですね。本当になんか素晴らしいね、がすごく、まあ、僕もすごいきっかけが本当にたまたまというかあって、まあそうだねきっかけはね、はい、なんかまあその一つのまあ、いいきっかけの例としてできたらいいなというふうには。だからね、将来ちっちゃい子がなんかこう、いや、村田さんの何かを見てタップ始めましたとか、村田さんのその子供のワークショップをやったことがきっかけでタップ面白くなりましたってあるといいよね。いや、本当にそうなってくれると嬉しいなと、なんか、はい。ね、でもね、5年、10年するとね、必ずそういうことあるから、だから日常の生活はちょっと気をつけた方がいいよ。うん本当に日常生活は結構僕もそういうことあったから。あ、そうですか。ナショナルタップデーのキッズアンサンブルを昔振り付けしたときに、はい、うん、で、まあ、それはもう、もう10年ぐらい前の話だったんだけど、はい、もうとあるところで飲んでたら、はい、急に花田先生ですよねって言われて、ウェイトレスの人から、あ、お茶持ってきたとか、はい、と思って、なんか話をしてみて、その時に出てたんですみたいなことを言われて、あ、やべ、普通にしててよかったなと思ったもんね。危ない危ないと思ってた時。その後はもうなんか、いつも以上にちゃんと食事してたけどね。うん、いつも以上に。そういうのはあるよね。あるんですね。あるし、まあ、今後絶対あると思うから、あんまり変な行動しない方がいいよね、外でね。うん、そうですね。お酒には気をつけないとですね、はい、いやいやでもいろいろあるけどねはい、確かに、なるほど。なんか、あ、そう、ごめん、その10月31日のなんだっけ、ごめん、タイトルとかなんかあんの聞いてなかったけど、題名とか。それは村田黄昏配信っていうタイトル。村地の黄昏ね。黄昏、そうです、黄昏っていうので10年やってきてたので、うんうん、すごいね、はい、黄昏配信版。はい、じゃあ、ぜひ、僕は見させてもらいますので。はい、もうこんな言ってくれて、もうなんかありがとうございます。いや、それはもうたまたまだからね、このタイミングでね。はい、ありがとうございます。ちなみになんか、村っちは聞きたいことある？あなたさんに。よく喋ってるからね。そうですよね。しかも、前回のも見させてもらって、すごいいい質問をいっぱいしてたので。そう、なんかね、そう、まさしタップ、まさしくん。まさしくんはなんか、すごい用意してきてて、ノートに書いて。いや、すごくいい質問だなと。なんか、何聞けばいいかなと思って、僕もだからやっぱり気になったのは、その、年収が最高いくらなのかっていう。いや、それは冗談ですけど。年収っていうのはあれなんだけど、なんかその、本当に大きなイベントとかになると、本当一つ、40〜50万とか、下手するともう一個の桁っていうのもあるから、だからそこはやっぱりこう、なんかな、自分の力加減とともにいい人脈を持つってことは大事だと思うよね。はい、もうめっちゃ真面目に答えてくれてすいません。冗談、真面目に答えときは答えなきゃいけないからね。あ、そうですか、ありがとうございます。でも僕も結構ノートに書いたんですよ。あ、あんの？え、いいです、え、聞いてもいいんですかこれ。いや、いいよいいよ、別にそこは。まあ、で、そのなんかタップのことはいろいろ前回も聞いてたので、ちょっと思考を変えてみようかなっていうので。ちょっと待ってよ。はい、え、大丈夫大丈夫？変なことは全然聞かない。ああ、よかったよかった。そのタップダンサーでその影響を受けたとか、そういうのはちょっと一つまず聞いておきたいんですけど、なんか、うん、穴田さんがそのタップダンサーですごい憧れているダンサーっていう人っているのかなっていうのが。それは身近なこと？それとも MGM とか映画？もう、自分の中で、こう人生の中で。僕はね、よく
映画でしかもちろん会ってないんだけど、そのフレッド・アステアとかジーン・ケリーとかってよくね皆さん言うけど、僕はどっちかというとジーン・ケリー派で、うん、あアステアっていうよりもなんかこうあってなんかダイナミックに踊る方が好きで、うん、結構ジーン・ケリーとか憧れたりしてましたね。それでまあ余計なことまで言っちゃうと、僕はそのなんだろう、やっぱり自分の今身近な人とかでいろいろ影響を受けてる人はやっぱりね、いますし、その僕はやっぱり松本さんとずっとやってたんで、はい、松本さんにはものすごく影響を受けてるし、まあ、松本さんから多分、ま、学んだことはものすごく多いし、まあ、ほぼそれかなっていうところもあるぐらいだし、はい、あともっと多分その振り付けとかで言ったら、加藤先生、タップインの加藤先生とかっていうのはものすごいやっぱり、はい、当時見させていただいた時衝撃的だったから、うんまあ、当たり前だけど自分に持ってないものってすごいじゃない。だから、うん、そうですね、その辺は多分大きな影響を受けたのかなっていうのは、うん、まあ、他の人もそうなんだけど、やっぱり他の人の振り付けとかパフォーマンスを見てなんかすごいなって思うのはいっぱいいるし、逆になっていうかな、僕が基本的に憧れるのってそのテクニックがすごいとこはもちろんそれはすごいなと思うんだけど、そうじゃなくてやっぱ その人を見てて楽しいなって思う人が好きで、あ、うん、すごいなんか見たこともないテクニックやってるのすごいっていうのはそれはアクロバットとしていいんだけど、そうじゃなくて全体のパフォーマンスを通してやっぱ、あ、楽しそうに踊ってんな、なんかそのステップ、うん、どうしても我々ってほら専門的だからあのステップがこのリズムがって思いがちだけど、そうじゃなくてなんか客観的に見てて、あ、なんかずっと楽しく見られたな、なんか今楽しい時間だったなとかっていう人に憧れるというか、うん、それはまあ振り付けにおいてもそうで、もう初めからなんか、あ、なんかこう目が離せないぞみたいな振り付けがあるとすごいな、はい、うん、群舞とかだと大体途中でこうなんかちょっとやっぱ飽きちゃうとこ出ちゃったりするから、うん、まあ、そういうとこで言ってさっき言った、まあ、加藤先生とか、うん、すごいなと思ったけどね、やっぱり。あ、そうですよね、確かに、うん、僕はね、うん、うん、なるほどね、そっか、やっぱりこの憧れるタップダンサーの人っていうのはみんなそれぞれいますもんね。なんかこのもちろん近いところでその日本で言ったら僕はやっぱり中野先生、中野ブラザーズとかね。ああ、そっか。やっぱそこはもう本当に外せないというかベタなところで、うん、まあ、そういうああいうデュオもできたらいいなとかと思ってもいたし、うんうん、やっぱり本当にもう大スターだからね。そうですよね、うん、じゃあもう一個ぐらいいいですか？いや、まだあんのね、はい、はい、いいですか？いいですか？全然全然いいですよ、はい。アナダさんの逆になんですけど、アナダさんの今後の夢みたいなのってあるんですか？野望ですか？うん、あ、僕ね、なんだろうな、昔はやっぱりその、どうしてもごめん、こんな昔って言い方したくないんだけど、やっぱり自分が出たいとか、自分が出演して、自分が例えばなんか踊って何かしたいっていうのはすごく強かったし、まあ、今もなくはないんだけど、やっぱりなんていうかな、よく言われてるのがそのタップ界の人の仕事っていうこともそうなんだけど、やっぱりこう企画するのも嫌いじゃないので、うーん、うん、やっぱり例えばナショナルタップダンスデーと歌って今年中止になっちゃったのもあるし、だそれを例えば帝国劇場でやりたいなとか、あ、日本武道館でやりたいなとか、おー、うん、だからなんかそういうなんかこう大きそれこそね、国立劇場でやりたいなとか、うん、なんかそういうところを作って、それらに例えば村っち出てもらうとか、若い子たち出てもらうとか、だから、まあ、全然もちろんタイトルは違うと思う、多分穴田秀明と愉快な仲間たちみたいなのをもっと大きくする、まあ、だからですね、ナショナルタップダンスでもちろん何でもいいんだけど、そういうことの多分プロデュースとか企画に携わって、なんていうかな、タップダンサーの踊りやすい環境をもっと作って、出たらいいかなとは思うね。あ、僕らの頃ってやっぱり自分たちがこう運営して自分たちが何かやって自分たちがやってそれでようやく立ちましょうみたいな自主的なことが多かったんだけど、もっとねみんなが本当に何だろう練習いっぱいしてもうだからこそ余計もっといい作品作ってもらってもう踊るだけその場に来て踊るだけで、その踊る場所の環境もすごく良くてお客さんもいてでお金もいっぱいもらえてみたいなものが作れればいいかなとは思ってるけどね。だからやっぱりいつもいつもなんかこうなんていう考えるのこと好きなので、いつも企画っていっぱい持っててでいっぱいダメなんだけど、今回もだからコロナ禍においてじゃあ どうしよう どう動いたらいいのって思っててでもなんかやっぱり動くのはちょっとこう怖
怖いってところもあるし、動いたことによって責任はって思うと、やっぱりなかなかこう、で、今までやっぱりいろんな講演とか発表会もうちも全部中止してきたので、で、なんかできないかなって言ったのは、今度のまあ11月のことにはなるんだけど、だからそういうことで、また、ちょっと見えないけど、そういうことが歩んで、また最終的にはやっぱりこう、なんていうのかな、結局自分が拍手もらうのも好きだし、その自分がやったことに対してみんなが笑顔になることもすごい好きなので、はい、そういうなんかプロデュースができたらいいかなとは思ってます。あ、なるほどね。いや、素敵ですね。もう一つで言ったら、もう一個の夢は宝くじに当たることかな。あ、そうなんですね。うん、それが一番の近道だから。そのお金使ってボンみたいなね。そうですよね、確かにね。もうね、もうずっと外れ続けてるからね、いつもこう外れた瞬間また仕事頑張ろうって思うね、毎回ね。そうですよね、うん、買う、ま、当たるまで買い続けるのがやっぱり宝くじですね。そうで、この間もそうそう、9000円ぐらい買って1200円当たって、あ、どうしようかなと思ったら、宝くじのおばちゃんがハロウィンジャンボあるよって言われて、じゃあそれ買いますって言って、またどんどん使っちゃってるだけで、なんか、うん、増えてないから、買わなかった方がたまんじゃないかと思う気もするんだけど、まあ、ちっちゃい夢もね、そういう夢も持ち続けて、いや、それをこっちの方の世界に使いたいなと思うんだよね、当たったら。いいですね、確かに。それが、あ、なるほど、素敵な、あれですね、いいですよね、なんかそういう場が増えると。でもさ、そういう場がないとさ、本当にその、これからの子たちが、目標にならないじゃん。タップダンスやっていこうと思った時に、どうせみんなあれでしょ、なんかバイトしながらちょこちょこやって、ある程度行ったらいなくなっちゃうんでしょみたいに言われても困っちゃうわけだから、うん、いやいや、この人ずっとやり続けてたよ、踊ってたよとかね、だからそういう道筋をつけていかなきゃいけないかなと思うし、まあ、僕のちょっと上の人たちなんかもそういうふうに頑張ってるから、そこを見習って、うんうん、僕も頑張んなきゃなとは思いますけど、うん、なるほど、いや、すごい素敵です、うん、ありがとうございます。いやいや、こちらこそありがとうございます。もう大丈夫かな。そうですね、あんまり、はい、いろいろ聞きすぎると、はい、いやいやと、まあ、細かいのはまた別で。また別で、お願いします。はい、じゃあ、まあ、とりあえずね、村地は筋トレをじゃあ頑張って、10月31日まで続けて、そうですね、はい。で、そこで、黄昏ですね、はい、はい。10月31日、8時から。8時から。はい、楽しみにしてますんで。いやいや、ありがとうございます。はい、それじゃあ、今日はどうもありがとうございました。いやいや、こちらこそありがとうございました。じゃあ、またよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。はい、失礼します。はい、失礼します。